号の提携文の登録と使い方をしていこうと思います。でまず提携文の登録ですけども、クリボーのアイコンを下にクリックします。で提携文の編集が T なので、ここをクリックするか T を押します。提携文が出てきました。でまずグループ1にこんだけ提携文を私登録しています。例えばグループ2に登録しようと思うと、これで切り替えるかですね、とか、矢印キー、これでも、切り替わります。提携文を登録していきたいと思います。この新規登録、ここをクリックするか、Alt プラス N って書いてあるので、Alt プラス N キーで登録の画面になります。これ登録の画面になりましたので、文字を入力していきます。登録していきます。ここをクリックするか、コルトプラスで登録ができます。で登録ができたので、一旦編集を終了します。クリックするか、コルトプラスで編集が完了します。登録の登録ができたので、定型文の登録ができたので、ここに貼り付けていこうと思います。クリボーを開いてみます。ホットキーで私はホルト2回押すと定型文の画面が開くようにしてますので、ホルト2回押しています。に開きました。ここに先ほど登録したアイウェイを書き、ここ指し示すが出ています。ここをクリックしますと、貼り付けます。他に、矢印キーででも貼り付けます。この数字を押しても貼り付けることができます。で、録音をします。通常モードで起動を開いても変えることができます。やってみます。通常モードの普通のクリボーを起動します。で起動してます。マウスをこっちに定型文とクリップボードの切り替えができます。多分ページと矢印キーでも出